ありがとうございます。ありがとう、大好き。かわいい。お前ら何にすんの？お前、なんやお前。おいおいおい意外、バジル？バジル好きなの。なんでおいうわぁ。いやぁ。どうも、快速です。どうもです。リュウジです。一番ところで活躍してもらいます。します、キジマズ。いや、アウトやすいません。今のはアウトよ。すいません。よいしょって、俺、行かれへんわ、今。ぐちゃ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 何やもうほんとぐちゃ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 言ってるよもうキジマですでいいと思うけど改めてはい吉本興業で勝ちタッグのマネージャーをしておりますキジマと申しますいやさあ今日なんですけども、はい企画説明をする前にですね、はい、今キジマくんここにいますけども、うん、もう皆さんお気づきですよね、はい、マスクが取れましたやったまあ5月の頭からですね、はいまあ、5類になったということで、ね、コロナがで吉本的にルールがあったんですよね、うんマスク着用で撮影することでもその、うんまあ、5類になったことによってルールも変わりですね、この度木島くんが、うん、マスクをしなくても済むことになったと言いますはい、はい、そして、リュウジと木島がここに座っているそう、はい、これどんな企画かと言いますと、はい、今回トンボさんの持ち込み企画ということでありがとうございますお願いします今回の企画は、はい、フレンドリーカジサックはいどういうことですか、はい、これは。まあ、かつて、リンカーンっていうね、TBS の、番組で、はいそこでの人気コーナー、フレンドリーダウンタウンっていうコーナーがあったんですけども、はい、ダウンタウンさんが若手芸人と、仲を良くするために、うん、こう、タメ口にして、距離を縮めようみたいな、そうね。企画なんですけれども、はい。まあチームカジサックで言うと、うん、タメ口のイメージがないのが、うん、このリュウジと木島くんです、はい、そりゃまあそうなってくるよね、ね、リュウジも年齢的にもそうだし、うん、木島くんの立場的にもね、うん、やっぱりそこはみんなに敬語でっていう、そう、はい、はい、そうですねでもまあ動画に出る機会もまあ多いじゃないですかそうだねまあ木島くんも出ますよ、うん、タメ口のノリとかも今後やっぱしてほしいし大事だねうん、うん、もっとこう距離を縮めてね、はいはいはい、もう絆をもっと深めたい、うん、もっと仲良くなりたいということで、はい、この企画を持ってきてまいりましたそういうことでございます、うん、まあだから簡単に言うと、はい、今から我々、うん、まあ移動してロケをするんですそうロケ何するかっていうと街ブラロケといいますか街ブラよ、まあ、商店街でちょっとねどこだっけ商店街が下北沢にあります下北沢の商店街で撮影許可いただいておりますので、うん、その街ブラをするんですけども、はい、この2人は絶対に敬語を使ってはダメという、うん、そう企画ですね、うん、これは多分ですけど、はい、相当面白くなりそうな気がするんですが、まあ、これは理由としては距離を縮めたいそういうことですよところがありますから、うん、そしてね、まあ、大事なところがフレンドリーダウンタウンさんの企画でいきますと、はい、若手芸人が敬語を使ってしまう時もあるんですよ、はいはいはい、その時はフレンドリーダウンタウンさんの方では浜田さんがそうです、若手芸人さんの顔を思いっきりビンとするっていうルールがあったありましたね、うん、でまあ我々じゃあせっかくで何かしたいよねっていうことで考えた、うん、みんなで考えました答えが、はいうんどちらかが敬語を話してしまった時、うん、チームカジサックのメンバー、うん、ケツバット食らいますそういうことですよ我々は背負うということです、うん、背負うということでございまして、はい、全員がケツバットを食らうんではなくて一、うん、人ずつにします、うん、言うて多分敬語に喋っちゃうと思うのよそうですねもう不安だよ本当にってなってくると回数も多くなるだろうから、うん、順繰り回っていこうかな順繰りねケツバットを食らう人間、うん、その順番をまず一発目もし敬語使っちゃったら、うん、カジサックから、はい、で俺が多分食らうんですよ、うん、で2回目もし喋っちゃったら、うん、トンボ、はい、3回目ヤスタケ、うん、4回目ツネ、うん、5回目中野くん、はい、この順番でもう順繰りあとはローテーションでローテーションよまあまあ本音言うたら、うん、ゼロでやってほしいけど、ね、そうよ今日のロケはもう全員タメ口で仲良く行きたいんだからどう自信は、うん、僕正直自信ないですね珍しいの珍しいよ確かに、うん、やっぱりタメ口っていうのが考えられないので先にボロッと出てしまいそうですね敬語が頼むで今日はもう、そうですね、でもやっぱりケツバットを食らわせるわけにはいかないので、うん、やっぱり頑張りたいと思いますあーなるほどねそうやな、はい、う木島くんはそうですね自分も4年以上ずっと敬語で皆さんに接してきているので、うん、その中で急に敬語なしって言われると、うん、なかなかちょっと違和感がありすぎて、うん、ボロッと出ちゃうかなと思いますが、ね、ちょっと皆さんにケツバットを食らわせたくないので、うん、頑張りたいと思います頼んますねほんまに一回も聞いたことないかもしれないです何が木島くんのタメ口あー確かにあります一回もないかも一回もないよ
楽しんでいこうよ。楽しみだよ。で、2人気をつけなきゃいけないのは、はい、喋らないっていうのはもうダメだから。そうよ、はい、それはないしよ、もう。で、俺らもチームカジサックも、このケツバット食らいたくないからって、喋らないみたいなのもなしやから。なしなし、普通に会話をしていきたいと。楽しくロケがしたいんだから。はい、そうだよ、うん。細かく言うと、返事とかもダメだからね。はいとか。あ、もう絶対ダメよ。絶対、要は、丁寧語がダメってことだよ。ダメダメダメ。うん。ちょっとだけ練習職。あ、ちょっとだけ、軽くね。うん。うん。最近どうなん、木島。最近は、いやまあでもそうやなあ。下手くそ。これやばない。やばいよ。どうなることやばいぞ今日。ゆうちゃんやばいぞ。ゆうちゃんどうやねん、うん、お前チーム入っても半年以上経つけども。まあ、半年以上経つけどまあいい感じでこう皆さんこうね。ダメだよダメだよ。友達で皆さんって言えよ。言わないですね。皆さんじゃダメだから。皆さん今日昼ご飯何食べたって言えよ。ああそうですね。ちょっと頑張ります。ちょ俺らケツ取れるじゃん。やばいよ。頼むよ。はい、頑張ります。あ、そう、最後に、ケツバットする人、はいはいはい、基本もう常にやってもらおうかな。そうね、パワーあるから、パワーあるから思ってます。そして常が食らう時もあると、その時は僕行こうかな、行きましょう思ってますんで、はい、じゃあ行けます、行きましょうよ。ちなみに今からあの車で下北沢向かうんですけども、車中から行くからね。そうよ、車中スタート、はい、車中スタートで、はい、行きたいと思います。頼むね。はい、頑張ります。仲良くなろうね。頑張ります。頑張ります。えいえいおー。というわけで本日もせーの、オーダーします。さあというわけで、はい、はい、まだちなみにスタートではございません。うん、ちょっと伝え忘れてたんですけども、うん、普段ね、常と、はい、あと中野くんとかは木島に対して敬語やったりするやん。はい、そこもやめてね。うん、わかりました。今回はもうフレンドリーやから。そうそうそう。はい、全員タメ口ということで。はい、あれこっちはどうします？敬語なしで。いい？あ、そうか。だからあ、そうか。じゃあもうみんな。みんなね。全員敬語なし。うん、あ、そっか。全員か。全員。俺に対してもいらないから。うん。じゃあ俺もトンボにタメ口でいいってこと？おお、まあ、早いな。スタートしてねえな。すいません。スタートしてねえ。まだでした。慣れてるなお前。明確にその場合はケツバットなしにしようよ。そうよ。あ、なるほど。あくまでもケツバットは木島くんとリュウジが、はいはい、敬語を喋ってしまった場合、はいはい、他のメンバー敬語出た時は、うん、おいおいちゃんとせえよっていうなんか、うんうん、ふわふわした絡みになるという、はい、いいんじゃないでしょうか。いいじゃん。そして、はい、間もなくスタートなんですけども、うん、車中でケツバットできないんで、はい、今こっから言うても多分10分15分で着くんですけど、はい、その間もしも敬語出た場合、うん、何個も出た場合ストックしていきます。で現場に到着した時点でケツバット食らっていくと。放出ですね。まあゼロが一番いいけどね。うん、ゼロが一番いいよ。それでいきましょうか。はい、はい、それではいきます。はい、よーいスタート。よいしょ。楽しいね。楽しい楽しい楽しい。まずこの企画をさ、うん、木島とリュウジはどう思ってんの。いやー辛いと思う、すごく、本当に。ああ、辛いと思う。辛い、なんで辛いの。いや、そんなことないもん。あそうか。そんなことないから。標準語になるんだな。確かに。そうやな。リュウジは？僕はもう、せっかくこう仲良くなる機会だから、めちゃくちゃ楽しみ。あ、ほんまかよ。楽しみないや。楽しみ、不安要素はないねや。不安もあるけど、楽しみの方が大きいかな。あ、そう。あ、そう。木島は不安の方が多いの。すごい不安やな、ほんまに。すごい、本当に。そう？いや、もうすごく、そう、そうやな、もう、だってこんな、タメ口聞くなんてなかなかないから、うん、いやもうちょっとすぐに警告が出てまいそうで、すごく、もう今もちょっと違和感しかなくて、すぐ慣れると思うけどね。慣れるよ、慣れるよ。そうかな。可愛いなお前。もう本当、本当にもう、もうそうそうです。あー、そうやな。じゃあもうアウトじゃん。全然アウトよ。そうですな。全然アウトよ。ギリギリなんかね、ごまかしてた。ギリギリどうなんの。いや、アウトでしょ、今のは。そうですまで言ったもんな。言ったもん、だからカジサク1ですよ。もう1個ストックされてる。早いよな、マジで。まあまあ、しゃーない。だいいよ、もうだから、あんまり俺らも言い過ぎたかもしれん、うん、もうケツバったのが気にせんと。そうそうそう。俺らは楽しんでほしい。そういうことよ、よね、うんうん、楽しんでほしい。どうよ、つね。いや、もうこれは楽しむしかないから、うん、本当に、君も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 全員楽しもうや。なんとかして。普段どうなん、その、うんうん、木島がタメ口で話すっていう人は誰がおんの。やっぱりまあ会社の同期だったり、うんうん、あとは、まあ、地元の友達だったり、うんうん、まあ、そういう人たちにはすごく、タメ口を話してます。
じゃあもう開けないよ話しても、まあ、話しても、まあ、わかんやん、わかんよ、トンボさんストック早いよ、いよペースがごめん、ごめんせやな、ごめんやな、いいよ、いいよ、いいよ、リュウジはリュウジはどうなん、その普段こうタメ口でって、今最近もプライベートもなかなかないかもしれんけど、そうね、うん、確かに、もう基本は大学のまあ友達とか、うん、うん、友達とかかな、うん、そう、タメ口を聞く機会の方が少ないんかな、少ない、もう今そうか、少ねえか、少ないね。いやいや、ちょっといいっすか、もうちょっといいっすか、どうした逆に距離生まれてない、そんなことない、そんなことないよ、まだ序盤だから、序盤やから、序盤だからよ、俺現状逆に距離生まれてる、そんなことない、そんなことないよ、な、楽しいよな、楽しい、うん、うん、楽しい、え、二人下北は、下北は、うん、下北で遊んだりすんの、あんまりないかな、大学の頃にちょっとだけなんか古着見に行ったりとか、友達と来たりとかはちょこちょこしてたりした。リュウジは？僕ももう大学の時数回ですね、ほとんど行ったことない。どうしたの？綺麗に敬語使ったね。リュウジさん頼みますよ。これで安武ストップ。うわ早いって。俺いいなと思ったのは、うんうん、今のリュウジの喋るテンポがすごい良かったな、うんうんうん、やっぱり確かに、うん、スローテンポになると距離感じちゃうから、あ、確かにね、だから木島君も、うんうん、ねえ、まあ、木島君って俺も言わん方がいいか今日は、うん、木島も、うんうん、リュウジも、うん、テンポよくいつも通り行こうや、うん、うん、もう手を取られてせやな、うんうん、それで行こうぜ、うん、で、どうなん、リュウジ、もう一回聞いていいじゃん、うん、下北は、そうそうそう、下北はもうめちゃくちゃ大学の頃から行ってたね、うん、行ってた、あ、行ってた、何してたの、うんうん、あ、めちゃくちゃな、数回だけリュウジ、リュウジ、リュウジ、嘘はやったお前、友達に嘘はやった。数回だけ、数回行ってた、めちゃくちゃ、うん、行った時は何してたんやろ、行った時はもうそれこそ古着を見たりとかで、古着なんだ、はい、はい、リュウジ止まらんな、というわけで常ストックです。すいません、もうこれ以上回すと危険なので、危険危険、もう現場まで飛ばしましょう。さあ、というわけで下北沢に到着しました、よいしょ。なので、うん、ストック、ストック放出ですね、放出ですね、僕、トンボ、はい、常、はい、あ、安武常か、安武常、はい、じゃあ、くれますか、はい、はい、もう行きましょう、これはね、一思いにね、一思いに行こう、はい、じゃあ行くか、はい、はい、じゃあ行きますよ、かいた、おい、何してんね、折れたやん。バット折れてもうとるやないの、ちょっと僕初めてやったんだよ、打つのは。ちょっと力入りすぎました。ちゃんとこうやって持った。いやいや、もうちゃんとあの 強打者のもう先っぽ持って。もうあかんやん。もう一個でも準備してるんで。そうだ、ちなみにこういうこともあろうかと、はい、もう一本準備してます。準備してる、はい、ちょっと持ってこよう、はい、さあ今これ、はい、代わりのバットですね。、はい、おそらくですけども、こっちのが硬いっす。だよね、硬いよねこれ。やばいって、長いし、これやばいよこれ。いった、じゃあ常、はい、ちょっと僕すみません、バカなんで。もうちょっと瞳孔が開いてる。ちょ大丈夫か、ロス帰りの顔や。行こう、頼むわ、はい、行きます、いや、いや、あれ、ちょこれ、どうしよう、どうしよう、持たんよ、今日ちょっといいっすか、ちょ、持たん、常、強弱下手だ、常、これ今日持たん難しいな、こんなん言いたくないけど、さすがに強すぎる。痛いじゃあ今日この企画ここ広げんでもええのよ。そうなのよ、タメ口で楽しもうっていうわけだから。ほら、痛い、やすとけ、はい、はい、お願いします、いきます、はい、はい、無理だ、これいいね、やすとけのこれいい、珍しい、新鮮、新鮮、よいしょ、コロッケさんちょうだい、コロッケさんちょうだい。
今日そんなんじゃないのよ。今日そんなんじゃないのよ。これ無理だよ。無理無理ですね。じゃあ俺行くわ。はい、難しい。めちゃくちゃおもろい。おもろいですね。怖なってきた。怖なってきた。いきますね。はい、いいズボン履いてるな。うわぁ、ケツプリン。怖い怖い。なんだめちゃくちゃ痛い。めちゃくちゃジャストン。どうやった？めちゃくちゃ痛いです。めちゃくちゃ痛い。これあなたが折っちゃったから。そうよ、ごめんなさい。何してんねん。ちょっと龍二木島、はい、見ててどうやった？痛々しい。すごく申し訳ない。申し訳ない。申し訳ない。気にせんで俺だって友達やねんか。フレンドリーに行こうよ。友達痛めつけられてる。そんな言わないで。大丈夫や。龍二どうやった？もう本当に申し訳ないから、うん、もっと気をつけてこう。もう敬語は使わないように。そうやな、はい、やっていきたいな、うん、やっていこう。というわけで、はい、ちなみに今ちょっとゴールデンウィーク中で、うん、あのすごい混んでたから、うん、確かにね、ちょっともうお店までは普通に行こうかな、うん、そうしようそうしよう、ね、一軒目行きましょうか。一軒目行こう、はい。さあ、というわけでこちらですね、はい、バーガーズ東京さんにお世話になります。やったー、撮影許可いただきました。ありがとうございます。嬉しいな。嬉しいです。嬉しい嬉しい、うん、撮影許可くれたやって。嬉しい嬉しいですって言ってたけどね、もうね。え、言った？いや、言ってない。いや、言ってた。言ってないです。言ってました。すいません。言ってたし、言ってないですって言ってるし、結果アウトだよ。リュウジ止まんねえな。いや、今のはじゃあ一発にしようかな。一発で中野くんや。中野くん、リュウジここでいいんじゃない？そうよ。もうサクッと行こう。ここもうテンポよく行こう。テンポテンポよく行こう。はい、後半これ、はい。しゃあないもんな。頼むで、リュウジ。せやな、今リュウジが言うから。ごめん。せやな、うん、とりあえずちょっと頼みに行きますか、うん、そう、せっかくやからね。誰がさ、食べたいさ、美味しいやつ食べようよ、うん、食べる、うん、食べる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 の下手なのは違うやん。食べるじゃないよ、普通でええから。普通で行こう行こう、中。行こう行こう。さあ、今中入ってきて、はい、よろしくお願いします。お願いします。すいません、なんかさ、うん、ちょっとリュウジ、キジマ見てみ、めっちゃ美味しそう、見てみよ。うわ、美味しそう。美味しそう。すごい量も多そうで。ボリューミーな。いいね。お腹空いてんの？めちゃめちゃ空いてる。めちゃ空いてる、お腹。あ、空いてる？空いてる。友達やからって、うん、足踏むわ。ごめん、本当に。え？本当にごめん。今、めちゃくちゃ踏んだんだよ。気をつけて。ごめん、本当に。すごく注意様になってる。すごく注意様になってる。はい、うん、そうか。集中してるから。選びます、2人。うん、どれぐらい？2人。決めた？決めた。決めました。いや、決めましたってもうむちゃくちゃリュウジ言ってましたから、ね、言ってた。はい、リュウジ。リュウジ。え、ダメだ。俺か。いや、そうですよ。そう。ちょっとストック。はい、ストックです。まず注文しよう。はい。コールスロー好きやもんな。コールスローで。うん、ありがとうございます。ありがとう、大好き。かわいい。かわいいんだよな。リュウジはポテトで。ポテトで。はい、お願いします。リュウジ、ポテト大好きか。はい。ってことだったら、はいって、もう、はいって言った、はいってすぐ言った、トンボストック。リュウジ、いいよいいよいいよ、テンポええ方がええな。そうそうそう。じゃあ俺も頼む。頼も頼も。お前ら何にすんの？お前、なんやお前。おいおいおい、どうなってんだお前。いや、フレンドリーだから。じゃあ、お前らは全然違う。なんか、ヤシタケノンってちょっと格差感じるんだよな。そうそうそう。違う違う違う、上下関係出してきてんだよ。それを崩すには、こっちが上になんなきゃダメじゃん。まあ確かに。そうか、そうそうそう。合ってんのか、じゃあ。そうそうそう。早く決めろよ、グダグダ言ってないで。なんかな。もう、しばく。バットで。どう思う、しばいてと思う。どう思う、どう思う。それはダメ。そうだな、女の子みたい。それはダメ。女の子みたいな。女の子みたいになってる。それはダメ。かわいい。かわいいね。かわいいんだよ。アイスコーヒーをお願いします。はい、ありがとうございます。店員さんにはええからね。はい、はい、お願いします。コーラで。はい。オッケー。はいって言うたやん、はい、もう完全にはいって言うたやん。ごめん、潜りながら。はい、ヤスタケストック、ヤスタケストック、はい、じゃあ、作ってる間にストック放出いきましょう。はい、よし、じゃあ行きまーす。はい、あーはい、やっそう、いいてーよ、いいぞ。どうも、おテンポテンポ、おテンポ、頼むぞつね。はい、行きます。はい、痛い痛い痛いよ。やさげ、はいはい、痛いよ、はい、
はい、うわぁ、ちょ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 、もうそんな余裕ないの。いいね、いいね、いいね、いいね。じゃあハンバーガー待とう。はい、さあ今ですね、はい、これ来たんですけども、うん、あ、これちなみにあれね、視聴者さんに向かってめっちゃうまそうやね。そうそう、ちょっと野菜取ってって、これやばないこれ。めちゃくちゃ美味しそうだよ。完全に焼きたてです。これ木島のやばい、やばい、うまそう。アボカドむちゃくちゃ乗ってる。うわ、うまや、うまそう。ちょっとなんかアメリカっぽいよね。ねえ、うん、そうだよね。しかもこれ味変でソース入れて、うん、最高じゃん。めっちゃいいじゃん。最高やな。うん、乾杯する。乾杯しよう。じゃあ乾杯の温度どっちか頼むわ。あ、頼むわ。うん、頼むわ。楽しいね、うん、ロケを、うん、じゃあ僕行きますか。おい、リュウジ、ゆっくり普通に喋ったな。ほんまに友達のこと思って喋ってる。もう行くよ、テンポアップだよ。おい、あいのー、どうだ、痛そう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、行こう行きますかじゃないのよ。じゃあちょっと木島乾杯頼むわ。うん、いや、今日はすごく仲良くなりたいと思うので、うん、乾杯していこう。乾杯。かわいい、みんな友達、みんな友達。やすたけすまんな。やすたけすまん、いいえ。なんか気になる。そうなの。だって友達っすよね、やすたけ。友達、友達っすよねとか言っちゃダメだから。友達やんか、やすたけ。じゃあいい、全然いいんだけど。いいんだ、いいんだ。なんか目立ってたな。そう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 。ちょっとみんなで行こう、一斉に。食べよ、これ。絶対うまいよ。まうまそう。これうまそう。まず普通に食べてみよう。うん。じゃあ行くで。行こう。いただきます。いただきます。いいね。いいね。うまそう。うんま。めっちゃうまい。これやばいやばいやばい。美味しい。めっちゃうまい。何これ。どうやりゅうじきじま。すごい美味しい。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃうまいな。うん、どんな感じどんな感じ。肉汁がすごい出て、うん、すごく美味しい。うん、リュウジはもうジューシーで、うん、最高ですね。最高。ジューシー。じゃがの。マジでな、おい。マイターのマグリやんか。マイター。はい、いくよ。はい。確かに。ほんとね。常に、じゃあ中野言ってもいい。マイターンなんだ。マイターン。マイターンやで。ごめん。っていうか、ほんまうまいわ。やばいやばい。味変ちょっと早速しようか。早いね、味変。いいね。これなんかね、オーロラソースみたいなやつや。わ、俺もいい。ええで、うん、うまそう。あ、やる味変。うん、一回大丈夫。一回大丈夫。大丈夫。リュウジも。あ、俺はやる。あ、やる。うん、やる。うん、じゃあ、さっきやり。あ、ありがとう。うん。ええな、なんかでもやっぱり、うん、いいいい、距離感縮まるわ。うん、あ、うまっ。うまいよ。え、あ、早くかけたい。女の子の早くかけたい。ごめんごめんごめん。みんななんか女の子っぽくなる。他にもこれバジルのソースと、まあ、そうバーベキュー。バーベキュー。中野も。あ、意外、バジル？バジル好きなの。じゃあなんで女の子。変な会になるから。変な会になっちゃうから。常にあれよな、ケンタッキーの時とかバジルのやつ好き言ってなかったっけ、あの。あ、そうそう、帰れまてんのね。じゃあな。うん、そうそうそう、バジル好きなの。キジマはやっぱあれだね、ハンバーガーの時も野菜多いの選ぶんだね。そうでよ、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 そうでよ。方言か、方言か、敬語です。俺が頑張れー、せーの、えーだ。うわーガチャッ、お前痛そう。なんでその右だけとすごいピンポイントで、うん、よ、ごめん、かまへんかまへん、ごめん、もうね、うん、俺のケツも喜んでる、うん、どういうこと。どういうこと。いや、要は二人がな、その敬語を使わずに頑張って、頑張ってるから、それで言ってしまったなんて、ってしょうがないじゃないか。ケツが、ケツが、ケツが言うとる。これじゃいいわ。右ケツが、右ケツが最高や。ただ、左ケツが今、右ケツを心配してる。大丈夫か。リュウジ、これも食べてみ。あ、試して。バジル、うん、うん、キジマのもでもめっちゃうまそうやな。めちゃくちゃ美味しい。肉もすごい量があって。それ、ソースは何が入ってんの。これわさびが入ってて。わさびソース、わさびが入ってて、うん、わさび食べれるんや。わさびが結構好きで、うん、あ、リュウジバジルいっか。バジルで、うん、
うん、美味しい美味しい、マジでも美味しい、よかったよかったよかったわ。コールスローな、コールスロー、うまい、うまそう。なんか本当にこれ常さ、アメリカっぽくない？いや、めちゃくちゃアメリカっぽい。あともうミート、この肉、肉が特にやっぱりすごい、そのジューシーさと、あとなんかスパイスの感じが。ちょっとこれ食べて、これめっちゃアメリカっぽい、なんか俺の言いたいこと分かる。最高やん。なんかね、あ、分かる、アメリカやん。なあ、アメリカ、アメリカ、あ、ほらなんだ、あ、来ました来ました、あ、来た。まあ別に常はええねんけど、来た、来るよな、来る来る。メキシカンな風味というか、コールスローに入ってる。俺だけコールスロー頼んだ、生地、僕も生地、あだ名、生地、あだ名つけてんの、いいね。生地もちょっとアメリカちょっと食べてみてよ。ほんまやな、確かに。美味しい、美味しい、スパイシーな感じ、ちょっとスパイシーやねんな、キジマ。鼻についてるよ。ごめんごめんごめん、おっちょこちょい。ハンバーグ大きくて、ハンバーグ大きかった。お前は昔からおっちょこちょいなんだよ。おっちょこちょいだ、かわいいな。どうなん、嫁さんにも言われたりすんの、おっちょこちょいだなとか。おっちょこちょいは、でも結構忘れ物とかしてして、よく家に帰ったりすることも多いから、ちょこちょこそういう時はダメだよとか言われたり、言われたり、そういうのって、まあおっちょこちょいとは言われたりする。それ言われた時、キジはどうなの、その、あー申し訳ないなって思うのか、なんかありがたいなって思うのか。そうね、でもありがたいなって思うよ、すごく。そうだな、本当にもう、本当、はい、で、お前、構えて言うな、ゆっくり言うな、俺か。いきます。はい、お前、痛いな、痛いな。一番好きなファーストフード店は、なるほど、僕は、マクドナルドが好きかな、やっぱり。ハンバーガー、ごめんな、キジマ。キジマってその同級生の時とかも僕はって言うの？僕はなんて言ってんの？自分はって。友達にも自分は、俺はって言うの？俺はもう、例えばこれちょっとなんかわかんないけど、じゃあゲームセンター行ってます、次誰やるって言った時に、俺行くわっていう時はなんて言うの？あ、自分行くわとか。あ、自分、自分って結構います。あ、そうなんだ。で、マクドナルド、マクドナルド結構好きで、家の近くにもあったりするだから、たまにマクドナルドで食べたりとか。何頼むの？あ、でも最近だとサムライマックとかはすごい美味しくて、肉厚でボリューミーなんで。ポテト、ナゲット。かわいいな、かわいいな、おめえは。なんで片言なの？なんかじゃないよ。飲み物は？飲み物は、爽健美茶か紅茶。いいやん。爽健美茶か紅茶。リュウジはファーストフードどれ好きなの？いや、僕もやっぱりマクドナルド行くねん。あ、行くねん。基本ファーストフードはマクドナルドで。何頼むの？まあサムライバッグじゃん。ベーコンレタスバッグ。バッグ頼んどるやない。サムライバッグ、かっこいいな。プロレスの技みたいな。サムライバッグ、なんかかっこいいよ、かっこいいよ。何頼むの？あ、ベーコンレタスバーガーです。違うじゃん。違うやん。です、言うだよ。もう、まあ俺か。すいません。やったけや。いただきます。ほい、はい。ちょ、なんで？なんで毎回な。いいな。あれ、いいよ。いいのが生まれたわ。ごちそうさまでした。うまかったな、マジで。めちゃくちゃかったわ。ちょっとまた来よう、プライベートに。いや、ほんとほんと。どうやった？めちゃくちゃ美味しかった。本当に美味しかった。本当に美味しかったな。どうした？いや、しゃべってるなと思って。なんかいいね。いい、ちょっと慣れてきた。慣れてきた、慣れてきた。っていうわけで、実はもう1店舗ね、あの撮影許可いただいててありますんで、行きますか。行こう、向かいましょう。
さあというわけで、はい、続いてはですね、うん、こちらですね、古着屋さん、うん、ネルさんです。ネルさん、ネルさん、撮影許可ありがとうございます。ありがとうございます。なんかおしゃれそうやけどこれ、キジマどうよ。すごいおしゃれで、こんなところ入ったことない。本当、うん、でもなかなかない。古着屋よくね、こんなちょっとまあ、こんなちょっとおしゃれなところはなかなかなくて、うん、大学生なんで結構まあちょっとチェーン的なところばっかり行ってたの、うん、からこんな個人店のおしゃれなところ始めて。ほんまかやな。リュウジはどうよ。でもすごいおしゃれで、これからちょっと楽しみ見ていくのが。あ、ほんまかやな。楽しみか。めちゃくちゃ楽しみ。めちゃくちゃ楽しみか。うん、背高いな。こんな背高かったっけ。こんなんだった。確かに。バランスこんなんだったっけ。違う、ちょっと上におるやん。斜めに。お前何だよ。ちょっとでもタコを見せるなよ。仲いい、仲いい、仲いい、子供だよ。やり返せ、やり返せ、リュウジ。やり返せ、やり返せ、リュウジ。やり返せ、これは。やり返せ、リュウジ。絶対やる。なんで、ほんで、リュウジすいませんって言っちゃってるから。なんで一個にやり返さやり返せよ、友達なんだから。すいません、言ってた。すいませんって。ダメじゃん、もう。ルールやからね、ルールだから。ルールだから、ルールだから。よし、じゃあ行こうか。行こう行こう。めっちゃおしゃれこれ、見てこれ。めっちゃおしゃれ。最高っすね。最高やん、これ。いいじゃん、これ。ちょっと記念だしや、せっかくやったらちょっと2人買いな。あ、やったじゃん。やった。選んでみ、選んでみ。ありがとう。かわいいんだよ。ありがとう。なんて喋ってたか忘れた。もうどうやって喋ってたか忘れた。喋り方を。そんなことある？だから同期と思ってくれたよね。そうそうそうよ。そうやな、もう。そうやな、もう分からなくなってきた。分からなくなってきた。いいよ、いいよ。出ないきな。リュウジとかどういうのが好きなの？柄とかさ、文字が好きとかさ。結構もうシンプルが好きかも。あー、シンプルか。シンプルが。キジマはどんなが好きな？自分も柄がそんなにないようなやつがええなと思っていて、もうちょっといろいろ見ていきたいなと思って。なんかそんなめちゃくちゃ色があるようなものじゃなくて、シンプルな、それこそリュウジと被っちゃうけど、白とか黒とかそういうところがええなと思ってる。ええやん、ええやん。なんかええ、ちょっと喋り方思い出してきたじゃん。いいじゃん。二人で相談してもええで。そうよ、相談し合ってもええやで。シンプルなんなんやろな。シンプルが、なかなか。色はやっぱり黒が好き。白の方が好きか。白の方がやっぱり、こんな盛り上がれへん。こんな盛り上がれへんことある？なんだってええやん、ねえ。これこんなんとかどう思うとか言うて、そうそう、これお前似合いそうじゃんとかさ、よし、いけ、リュウジ。はい。でもいろいろこう色もあって、柄とかもあってね、こういうちょっとこうダメージがあるような感じも。でもちょっとこれはね、生地っぽくないな。なるほど。生地って言ってる。いいね。いいやん。いいよ。あ、すごい柄の。あ、なんかこれは元素記号かな。元素記号の。うわ。うわ。すごい。すごい。おしゃれな。なんでリュウジ今吹いた。ちょっとやっぱ難しいですね。難しい。難しいですね。あ、リュウジ。中野か。選んどいて、やってくるから。はい。はい。はい。の。オッケー。入ろう入ろう。行きましょう。入ろう入ろう。行こう行こう。こういう絵画系のやつとか、おしゃれとかすごいおしゃれ。いいね。それ。どう？あ、いい感じやけど、ちょっとちょっと違うかな。もうちょっとなんかいろんな色がありそう。どうだろう。どうだろうね。どうだろう。かわいいな。かわいいな。ボーダーとかこういう系とか。あ、確かに。ちょっとかわいい系の。かわいい。いいね、これも。かわいいしね。この二人永遠に見れるやん。めちゃくちゃかわいいよ。癒し動画みたいな。癒し動画よ。あ、でもこういうライオンキング。ライオンキング。あ、これかわいいかも。いい感じ。ジャケットとかそういうのにも合いそう。合いそう、確かに。前開けて、いや、記事今ちゃんと答えてあげて。リュウジが今いい感じって聞いてたよ。いい感じ。あ、いい感じ。うん、すごい可愛い。いい感じ。ありがとう。ほんまに、ほんまに思ってる。本当に本当に可愛い。本当に可愛い。さあ、今ね、いろいろ選んだ結果、二人が決めたみたいで。決めた。まずは、キジから。自分はビートルズの。いいじゃん、ビートルズ。ビートルズ好きなの？
や、そういうわけではないけど、うん、でもすごいシンプルでいいなと思って、うんうんうん、この T シャツ選んだ。T シャツ選んだ。リュウジは？僕はもののけ姫のこの。あ、すごい。ちょっと可愛いかな。可愛い可愛い。しかもサイズ感も良さそうやな。うんうん、大きめでね、うん。俺が一番好きな。あ、そうじゃん。ジブリや。うん。めちゃくちゃ似合ってるよ。いいありがとう。それこれで。ジブリ何が一番好きなの？ジブリは千と千尋が一番好きです。あ、一番好きです。あー、ダメだ。遅っ遅っ気づくの遅っ。俺や。どういう叩かれ方や。もう慣れたもんや。じゃあ行きます。行こう行こう行こう。逆に叩くの難しいやん。行きます。あーあれ左行った。あ、また右。まだ右だ。左めっちゃ引いてる。引いてる。いいね、いいね。いい。あと、トンボさん。あ、これね。そうそうそう。俺がさ、ガチ買いで、うんうん、ガチ買いこれ、うん、かわいいでしょ。しうん、いい。聞いたらアメリカで販売してるマリオの T シャツらしいから。アメリカで。そうそうそう。しかも自分あれやんな、最近マリオの映画見たよ。もうドハマりしちゃって、うんうん、だからもう今もうマリオグッズがもう欲しくてしゃあない感じだったから。いいよかった、これ買うわ。いいな。2人映画は好きなあんの？映画は、なんだろう、でも結構見たりはする。うん、何が。これ別に映画見たことあんのって言ってたけど、どんな映画好きなの？うん、でも最近見たので言うと永遠のゼロとか。あー、最近なんや。最近ネットフリックスで。あー、面白かった。めちゃくちゃ面白かった。好きな映画になったんや。好きな映画になった。永遠のゼロのどういうとこが良かった？うん、いや、やっぱ最後のシーンのこの主演の方のこの表情とかがすごい見どころで。表情。ストーリーとかっていうよりも。あ、ストーリーというよりかはもうそこがもう最後のすごかった。なるほど。記事どうなんや。自分アルマゲドンがすごい好き。わかる。あー、アルマゲドンいいね。もう名作よ。何十回も見ました。何十回も見たの？そんな好きなんだ。したって言っちゃってるからね。何十回も。はい、いってらっしゃい。本当にごめん。行きます、行きます。ごめんなんか強く入ったね。あのさ、俺の時強く入ったのあれか。今の確かにめっちゃ痛そう。面白い。すごいな。そう、アルマゲドンな。うん、うん、もうそんだけ何十回見てたら歌えんちゃうの。 あれ確かに。やっぱエアロスミスさんもね、ちょっと頼むわ、人越し頼むわ。ドアンクローズマイズ。いいね、いいね。めっちゃええやないかよ、おい。なんで寝れてんの。それ恥ずかしい。恥ずかしい。顔顔顔じゃん、これ。うん、顔。さあ、というわけで無事に購入しました。やったー。いいね。よかったよ。よかった。いい買い物できた。めちゃくちゃ似合ってたよ。似合ってた。ありがとう。ありがとう。俺も。あなたもね、うん、本当に好きな。よかった、ほんとに。いや、疲れてよかった、うん、よかった。うん、ちなみになんだけど、うん、実はもう一店舗撮影許可いただいてて、ね、それがカフェなんやけど、うん、それはちょっとおまけで、おまけ感想、うん、もうそこは敬語 OK にして感想聞きたいなと。聞きたい聞きたい。まずは、うん、敬語禁止の感想だけ、うんうん、敬語禁止で聞いてみようか。うん、どうやった？いや、もうめちゃくちゃちょっと難しかった。難しかった。やっぱりこのタメ口っていうのが慣れてないから、普段から、うん、やっぱりちょこちょ こう敬語が出てしまったりして、うん、ちょっと難しかったかな。なんやお前。やり返せやり返せ。なんやお前。やり返せやり返せ。なんやお前。そんなことある？そんな。ひじつぎじガーン言って。むずいな。難しい。Z、どうやった？もうすごい、まあ楽しかったけど、すごいやりづらかった。うん、やりづらかったか。やりづらかったか。敬語は禁止されると、ちょっと無理かも。無理かもか。うん、思った、うん、で、またこの2人がええやっちゃうからさ、うん、俺らがやっぱりスタッフ陣、俺もケツいかれた時に本当に申し訳なかった。全然よかった。全員のケツが喜んでたやん。喜んでたよ。楽しかったよ。確かに。いや、やっぱり申し訳ないとすごい思いながら見てた。おいやり返せやり返せやり返せ。なんでだよ。なんでなんでなんでぶつかるんや。ホームラン打った後のチームメイトみたいな。なんでこうなるんや。いや、でも本当に楽しかったね。楽しかった。じゃあ、でも今日を経てさ、うん、なんか今後、うん、なんか俺がボケた時にタメ口で突っ込めるような関係性。そうそうそう。それがコンセプトだよ、うん。そういうこと。そうやな、うん。というわけで、まあもう一点もちょっと撮影許可いただいてるんで、うん、行きましょうか、そちら、うん。いや、まずはありがとうございました。ありがとうございました。
さあというわけでですね、はい、今ですね、はい、もう敬語大丈夫だからね。はい、はい、喋りやすい、喋りやすいです。3店舗目なんですけど、はいはい、狛犬コーヒーさんにお邪魔しております。やったー。でも頼みましてね、うん、チャイティーラテ、チャイティーラテ、はい、うん、サラチャイです。トンボさんはこれはマンゴーらしい、うん、俺なんか美味しそうやったからラムネクリームソーダ、すごいやん、そう、すごいよね。なんじゃ、先にちょっといただく、後でみんなもね、はい、中野くんもうわんぱくなの頼んでるから見てよ、見てくださいよこれ。ね、めちゃくちゃうまそうっすね。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。おいしい、おいしいです。めっちゃうまい。改めて、はい、もう楽だよね。はい、うん、楽しかった。本当にもうでも楽しかったですが、すごくもうあの頭をフル回転させていて、あ、やっとなんか木島のテンポで今喋ってるわ。もうすごくもう喋りづらいですし、はい、今から敬語禁止。はい、無理。今のが今回できたから多分スンって出たんよ。そうだそうだ、確かに本来の趣旨が今ので来ましたね。来たな、やってよかったわ、やってよかった。ありがとうございます。リュウジもね、はい、もうめちゃくちゃ楽しかったですね。やっぱりちょっとケツバット皆さんにやってしまったの申し訳ないんですけれども、いやいやいや、なことないよ。いやでもちょっと今から敬語禁止、無理。いいですね、いいですね。あ、でも何、すみません、忘れました。止めるからね。忘れたか。面白いですね。まあでもこれ本当ね、楽しかったよね。楽しかったわ、ちょっと。またちょっといつかね、やりましょうよ。こんな感じでやりたいな。可愛かったし、二人すごい。ずっと可愛かったもんね。はい、はい、まあまあそこで本当にタメ口で突っ込めるようになってきたらチャンネル自体にも力になるから。いや本当にそうです、うん、これからも成長していくチーム解散をよろしくお願いいたします。お願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。